こんにちは、えー、慶應義塾大学2年の三田村豪太と申します。自分は今慶応大学で政治学を学んでおり、えー、っと交換留学でアメリカのウィリアム・メーリー大学に来ております。アメリカでの生活は価値観を揺さぶられることが次々と起こりいい意味でも悪い意味でも自分がどんどん変わってきたなと実感することがあります。大学4年間の中で本気で打ち込めることとして留学がやっぱ挙げられるので皆さんもぜひ挑,挑戦してみてほしいと思います。で 留学を財政的な状況とかで諦めている方がいたら USJAPANCUNCIL は全力でそれを応援してくださるのでぜひとも応募してみてください。